立川競輪場。立川競輪場は、東京都立川市明け町にある競輪場。施設所有及び取材は、立川市。競技実施は、ジャカ東日本地区本部関東支部。レース実況は、玉川電機で2006年より主に、筒井大介が担当している。2018年4月より、金山章が担当している。1951年。 昭和26年10月17日に立川市への競輪場として開設された。高楽園競輪場休止以降は東京の人口ボリュームから最も集客力のある競輪場として知られ、東京を代表する競輪場である。また競輪グランプリ発祥の地としても知られ、実際に競輪グランプリの大多数がこの競輪場で行われている。1979年。 昭和54年、1985年、昭和60年、1988年、昭和63年、1993年、平成5年、2002年、平成14年、2006年、平成18年、2013年、平成25年には、日本選手権競輪が、1981年、昭和56年には、オールスター競輪が行われた。 そして1985年、昭和60年からは、ケイリングランプリが開催され続けており、直近の2016年、平成28年まで初回から通算20回、開催されている。今後は2019年12月28日から30日まで3年ぶりに、寺内大吉記念杯グランプリシリーズ、初日ガールズグランプリ2日目ヤンググランプリ、最終日。 ケイリングランプリの開催が予定されている。記念ケイリンは、毎年1月に、王商店レースを開催しており、その開催が年明け早々に行われることから、開催2日目のシード優秀競争は、初夢賞の名称で行われる。また恒例として、ギャンブルの王様と評したほどケイリンを愛した、作家、色川部大、浅田哲也の功績を称えた、浅田哲也杯が毎年、 競輪グランプリが立川で開催される時は同時に200年まで行われていた。2009年からは江戸高と呼ばれ、当地で開催された第32回日本選手権競輪で地元制覇を成し遂げるなど数々の戦績を残した山口賢治を称え、山口賢治杯が開催されていい。発送時刻の遅い競輪グランプリへの対策として、照明設備が整っており、 仮設設備の増強で、ナイター競争開催も可能となっている。ただし、現状では、ミッドナイト競輪を含む、平常時のナイター会は行われていない。2011年現在、マスコットキャラクターはいないが、シンボルマークなどで、伝統的に、イーグル、白頭和紙を使用している。トータルゼータシステムは、日本トーターを採用している。 2013年の東京国体では自転車競技のトラックレース会場としても使用された。立川経輪のイメージソングはウィニングランである。以前はテレビラジオ CM で流れてたほか、別機のテレビ中継にもインストバージョンが使用されている。シャバン連勝式勝者投票権を1995年9月15日から年末のケイグランプリ95でも進化形式 7? かけ式きを前橋と共に2001年9月30日からと、多常に先駆けて発売してきた立川経林場。他の公営競技同様、売り上げが減少傾向にあり、打開のため、平塚経林場のチャリロトに続き、キャリーオーバー発生時に、最大12億円の配当金が得られる可能性がある、重げ式投票方式、K ドリームを2008年4月25日より、 発売開始した。2012年4月5日からは別の手家活式として、ドカンとドカントを発売している。これは、立川市が、指向者として、全競輪場の議員以上及び特定の開催において、手家活式を発売するもので、キャリーオーバー制及び、最大12億円の配当は共通となっている。なお、ドカンとの実施に伴い、ケイドリームスの ビッグドリームにおける立川競輪場分のキャリーオーバーをドカンと4通へ移動することになり3月30日の開催をもって立川のビッグドリームは発売終了となったなお計5と計3の販売は継続される2013年1月16日より K ドリームスの取扱会,会社でもある日本トーターがキャンブーベッドターミナルを設置したことにより 場内でキャンブベッドを介して、k d リー a スお及びドカンとの現金投票が行えるようになった。走路は一周400メートルだが、直線距離は全国でも有数の長さである。これは普通の競輪場と緩和曲線の構造が異なるレムニスケート曲線一新円を採用しているためだが、このためコーナーのカーブが急であるため、まっすぐ走っていても直線へ入る直前に、 外側へ膨れてしまうケースが時々見受けられる。これらのことから後方を走る選手が前へ突っ込むコース取りを決めやすく、また直線の長さを生かして前の選手を捉えやすいため、追い込み選手に優位となっている。場内に大画面映像装置を初めて設置した競輪場であり、1988年に1、センター側へ設置した。スカパー。 での放送があるが、グレードレース以外は、競輪専門局、スピードチャンネルで放送されることはない。通常は、立川、西武園競輪チャンネルで放送する。なお、2014年3月開催までは、寄せチャンネル、2015年3月開催までは、EX ライブで放送されていた。2018年の記念競輪は、スピードチャンネルでは放送されなかった。また、 立川市に本社を置くケーブルテレビ局 J-COM たでは CS084 チャンネルで本場及び場外開催のレースを放送している。立川競輪場では近年の車検売上額低下から特定規模電気事業者のサミットエナジーから電力を購入するなど経費削減に取り組んでいるがその一方で設備投資のための基金は確保していたことか。 場内の大規模な施設改修に取り組むことになった。計画では、北東側の道路拡張計画に伴い、売店施設などを撤去するため、ホーム側特別観覧席裏側の投票本館を全面改築して対応し、第4コーナースタンドは完全撤去して公園スペースに変え、その他の特別観覧席やバンクなどは全面的に耐震補強やリフォームを行うとしている。 工事は2012年9月より開始され、まずバンクの改修を行い、2013年からは開催と並行して施設の改修を行っている。2016年12月8日にメインスタンドをリニューアルオープン。第4コーナー側のスタンドを取り壊して丘を新設。場内の分園化も導入した。1985年11月2日。 プロ野球日本シリーズを制した阪神タイガースの日本一祝勝会がこの立川競輪場3階の特設会場で行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。